こんにちは、サードラです。今回は毎週恒例になっているんですが、週が変わりましたので、モンスターハンターナウにおいて、今週やるべきことっていうのを7個にまとめてご紹介させていただこうかなと思います。<music> 早速本題に入っていくんですが、まず今週対象になっているイベントですね、っていうのは一つのみに現状なっていまして、こちらの福着たれ旧正月イベントっていうものが発表されています。こちらの期間についてなんですが、今週の木曜日ですね、2月の1日の9時から2月15日木曜日の23時59分までがイベント期間となっていまして、こちらのイベントと、もう一つがこちらですね、限定パックが登場ということでイベントパックが販売されまして、まあ、これは課金してる方向けになるんですが、こちらは期間が少し変わって、 1>, 変わっています1月31日の水曜日から販売開始されまして朝9時から2月16日の夜9時までが販売期間となっていますので限定パックに関しては1日早く実装されますので注意をしていただければと思いますっていうのとイベント自体は2月の1日からスタートなんですが2月の7日の水曜日からチャレンジクエストをですねこちらの流玉のかけらがもらえるイベントクエストっていうのも実装されますのでイベントは全部で3つですね課金パックが早めに販売されるのと2月の1日からイベントクエストの配信 で、2月の7日からはチャレンジクエストが配信されますので、これはしっかりこなしていただければと思います。ここに関しても後でまた詳しく触れていきます。っていうのが今週対象になっているイベントになりまして、早速今週やるべきことですね、について7個触れていくんですが、一つ目はこちらの課金パックの検討になります。これに関してはまあ課金している方向けにはなるんですけども、一応まだ販売されてみないと金額がわからないんですけども、今回はどちらかというと回復薬に重きを置いている課金パックになっていまして、おおまけでお散歩玉の シ保証と剥ぎ取りナイフが1つ付いています。これが一応スマホ版のパックになっていまして、ウェブストア版はこちらですね。3300ジェムと回復薬3個ペイントボール3つと散歩玉ショ商が入っているパックになっています。で、あとは期間限定ギフトアイテムということで、戦前にをギフトで送れるパックっていうのも出るようになっていまして、今回のイベントっていうのはメインになってくるのがリオレイアアッシュが一定確率で湧いてきますので、リオレイアアッシュを長時間刈る方っていうのは、ここの回復薬の需要っていうのが上がってくると思います。なので、まあこれ正直。 金額次第で買うか買わないかっていうのは判断した方がいいと思うんですけども現状はまだ販売されていなくて金額がわからないので、まあ、実際に販売されたら金額換算して買うべきかどうかっていう動画も作らせていただこうとは思うんですが一応こちらは期間が決められているパックになりますのでリオレイや足を長時間遊ぶ予定の方は検討していただいてもいいのかなと思いますっていうのがまず1つ目ですねで次に2つ目なんですが2つ目はこれは無課金の方向けになるんですが応急薬の温存になりますっていうのもまあ応急薬 応急薬に関しては基本的に1日5個をもらうことができまして最大でこの手持ちの10個とこちらの受け取り枠の5個で最大15個ですね3日分応急薬を蓄えることができるようになっています。 で、基本的には今週は木曜日以降ですね、旧正月イベントが開催されてから、リオレイヤーアッシュを仮に長時間プレイしたりとか、あとまあミッションを行なすために長時間プレイをしたりっていう方が多いと思いますので、特に無課金の方だと、リオレイヤーアッシュ長時間遊びたいのに、応急役がつきてしまったら、回復客を買うことが無課金の方は困難なので、まあ、そのまま帰宅するとかっていう方がいらっしゃると思うんですが、まあ、それに向けて応急役を最大15個ですね、ストックしておくことによって、イベント期間中遊べる時間っていうのがかなり長くなりますので、 で無課金のののの方はは今ううちかから応急役を3日分ストックってていいいい意識しておくといいのかなとな思いますで次に3つ目ですね。3つ目はこちらのリオレイヤーアッシュが今回イベント期間中一定確率で出現しますので、リオレイヤーアッシュの装備をどこまで作るかっていうのをゴール設定していただけるといいかなと思います。っていうのも、こちらのリオレイヤーアッシュですね。まあおそらくなんですが、ここの確率の記載が一定確率で出現しますっていう表記になっているんですよ。で、この一定確率っていう表記の仕方が過去にされて ているのがこちらですね年末年始に開催されたゆくとしカルトシ冬祭りのアシュの出現率について見ていくんですけどもここもディアブロスアシが一定の確率でっていう表記で書かれていますなのでまあ、この文章通りで来るのであればおそらく旧正月イベントのリオレイアシュっていうのは年末年始イベント並みの湧き方をしてくれると考えられるのであの時がもう3時間で平気で40等とか50等とか大量発生並みの確率で湧いてくれていたんですよなので今回のイベントもリオレイアシュは 同じぐらい借りやすいということも考えられるので、まあ、それに伴って自分がリオレイヤ足の装備をどこまで作るのかグレードを上げていくのかっていうのはゴール設定をしておいていただけるといいかなと思いますで、リオレイヤ足の防具に関しては頭で SP スキル威力アップと風圧耐性胴体で流属性強化と集中腕が風圧耐性2と見切り腰が見切りのレベル2足が SP スキル威力アップのレベル2と流属性強化をつけることができる防具を作ることができるので、まあ、ご自身が使われている武器種で必 必要な防具っていうのはグレード6までしっかり作っていただけるといいかなと思いますっていうのと武器に関してはこちらの弓が唯一の竜属性の武器に現状なっていましてこちらとこの毒クちですねが今汎用武器としてもかなり人気なのでこの2種類あとは今回のイベントで竜属性のハンマーと双剣あとはこちらの頭防具で超戒心ですねをつけることができる防具が出てきますのでこれもご自身が作りたいものに合わせてこれも一応両レイヤー足の素材も使うっていう風に発表されているのでまあ、これも どどれれぐぐららいい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 自分がリオレイヤーアシュを狩るるのののかとかかかとととゴールに遊ぶのかってててうのは決めておいていただけるといいかなと思いますで次に4つ目なんですが4つ目はこちらのリオレイヤーアッシュの討伐の準備になっていきますでリオレイヤーアッシュに関しては一応弱点属性が雷と龍属性になっていますので、まあ、属性武器で遊ぶ予定の方は特に雷属性の装備をメインで強化しておいていただいて今回から重要になってくるのがこちらですねフィールドにももちろんなんですが大連続資料ポイントにもリオレイヤーアッシュが一定 確率で、出現すするようになっていますで基本的にリオレイヤー足の素材が欲しいだけであれば、このフィールドに湧いているリオレイヤー足を狩ればいいと思うんですけども、 今回おそらくここに書いてある通りリオレイヤー種を討伐すると追加報酬として2024旧正月ハンマーチケットもしくは2024旧正月総剣チケットですね。まあ、この二つのどっちかを入手することができるようになっています。で、さらにその下に大連続資料ポイントではモンスターの種類に関わらずモンスターを討伐するごとに追加報酬としてどちらかのチケットを1枚獲得できますっていうことでリオレイヤー種からも武器チケットを回収ができまして大連続資料のモンスター からも武器チケットを入手することができるのでもしかすると大連続資料ポイントにいるリオレイヤーシュってなるとまあ、2つの条件を満たすので2枚ですね一気にチケットを回収できて効率よくイベントを進めることができる可能性も考えられますまあ、これは実際に実装してみないとわからないんですがまあ、それに備えて一応大連続資料にいるリオレイヤーシュですね体力がおそらく2倍に設定されると思いますのでまあ、それもソロで倒せるぐらいは属性武器などは強化しておいていただけるといいのかなとは思いますであとこれ に伴ってなんですが先ほどの3番目で触れたリオレイヤー亜種のゴール設定ですねっていうのも もしかすると、ここのチケットですね。これが追加報酬枠として別枠で落ちてくれるならいいんですけども、前回のハロウィンイベントっていうのは、クルルヤックの報酬枠を1枠削ってチケットになっていたんですよ。それも考えると、おそらく今回もリオレイヤー足の素材の1枠分をチケットに変換してドロップするっていう可能性も考えられるので、その場合は通常のリオレイヤー足イベントよりかは効率悪くリオレイヤー足の素材を取ることになってしまうので、そこは考えていただいた方がいいかなと思います。まあ、これもただ正直実装してみないと リオレイヤー誌の素材枠を消化してチケットなのか別枠なのかっていうのは分からないんですが、まあ、ハロウィーンイベントの前例を見ると枠を1個潰される可能性は高いんじゃないかなと思いますさらに言うと大連続資料のリオレイヤー誌ってなると2枠分ですねチケットに持ってかれるので、まあ、そこは注意っていう感じですねで次にやるべきこと5つ目なんですが5つ目は旧正月イベントをしっかり遊んでいただければと思いますでこちらの告知文に関していろいろね書いてあるので、まあ、分かりづらいっていう方もいらっしゃると思うんです が大きく分けるとやるべきことは3つになっています。 でまず1つ目ですね1つ目はこちらの期間限定のイベントクエストをクリアするっていうものになっていましてこのイベントクエストっていうのも3種類今回実装されていますでまず1つ目がこちらですね福来たれ旧正月福集めっていうことで最終ポイントを回ることをメインとしたイベントクエストが1つ目に実装されますでこのイベントに関しては基本的に最終ポイントでこのランタンを集めるっていうイベントミッションになっていましてクリアすることでカリウドメダルと旧正月防具チケットと銭ですねをもらうことができる っていうのが1つ目ですね次に2つ目が大連続資料を遊ぶことで達成できるイベントクエストも実装されましてこれに関してはもらえるものがゼニーと最終素材とモンスターの素材ですねがもらえるようになっています で、三つ目が、これは2月の7日以降になるんですが、チャレンジクエストが実装されまして、こちらは流玉のかけらですね、がもらえるイベントクエストっていうのが来るようになっています。基本的にイベントクエストはこの三つで終了となると思いますので、まずイベントクエストはこの三つをしっかりこなしていただければなっていうのと、次にやるべきことの二つ目としてはこちらですね。イベント期間中、両レイヤー種が出現しますので、先ほどもお話しした通り、両レイヤー種の素材を回収して、まあ、装備であったり武器っていうのを作っていただければと思います。 で次に3つ目がイベントの限定装備を作るっていうことになってきまして、まあ、こちらのハンマーと双剣と、まあ、頭防具ですねを作ることが今回できるようになるんですが、この流属性のハンマーと双剣に関しては、リオレイヤー集もしくは大連続資料を遊んだ際にチケットが回収できるので、そのチケットを合計20枚ですね、消化することによってハンマーと双剣を作ることができます。これは一武器につき20枚なので、両方作る場合は40枚ですね、集めておいていただけるといいかなと思います。 で防具に関しては防具チケットを6枚召喚しますのでこれはイベントクエストの最終クエストですね遊ぶことによって回収することができますので、まあ、これを作るっていうのが、まあ、今回のイベントのやるべきことになってくるのでこの3つですねとりあえずイベントクエストをクリアするで2つ目にリオレイヤーシュを倒して自分が作りたい装備を整える3つ目がイベント限定装備を作るってこの3つが今回のイベントでやるべきことになりますのでこれをしっかりこなしていただけるといいかなと思いますで次に6つ目なんですが6つ目 はストーリー4周目にまだ入っていない方はストーリー4周目を今のうちから目指しておいていただくといいかなと思います。で、これに関しては4周目に入っているか入っていないかで星6のモンスターの脇の数っていうのがかなり変わってきます。で、これはもちろんリオレイヤーアッシュにも適用されますので4周目に入ってる人と入っていない人でリオレイヤーアッシュのレア5枠の素材ですね、まあ、激輪の集めやすさっていうのが全然違うんですよ。 なので、まだ4周目に入っていない方は、今のうちに4周目入っていただいて、リオレイヤーアッシュの星6ですね、をたくさん借れるようにしておいていただけると、素材回収の効率も上がると思いますので、まだ4周目入っていない方は、そこを目指していただければなと思います。で、最後7つ目ですね。7つ目は、今のうちから上流骨ですね、これをストックしておいていただけるといいかなと思いまして、まあ、これに関しては、単純にリオレイヤーアッシュの武器と防具は上流骨を消費します。なので、リオレイヤーアッシュの素材はあるけど、上流骨で止まって、 あっってて強化ができないっていうパターンももちろんありますし、まあ、もしかすると、今回のイベント限定装備もリオレイヤー種の素材を使うって書いてあるので、デアさん素材もリオレイヤー種と同様で上流骨を要求される可能性も考えられます。なので、もし今特にやることがないっていう方は、砂漠をメインでルート組んでいただいて上流骨を集めておくと、リオレイヤー種の装備っていうのはスムーズに強化することができると思いますので、まあ、これもしておくと、スムーズにリオレイヤー種の装備っていうのは強化できるのかなと思います。ということで、今回は、 今週やるべきことを7つにまとめてご紹介させていただきましたこれからもモンハンの動画上げていきますのでよろしければチャンネル登録高評価コメントくださると嬉しいですバイバイ